私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日は花粉症対策抗酸化治療ですねについてお話をします。そして抗酸化配合剤の無償配布を開始します。このビデオの用紙ですが花粉症は酸化ストレスが大きな原因です。そして花粉症の原因を解説して 抗酸化治療のデータもお示しします。そして、抗酸化配合剤の無償供与が開始になりましたので、そちらもご案内します。さて、この本はですね、2017年の東洋経済のアレルギー特集号です。増え続ける花粉症ということで、もはや国民病と書いてありますが、2001年には、 花粉症は12パーセントだったのですが、2010年に47.2パーセントとなり、現在では50パーセントを超えていると言われています。なぜこのように花粉症が増えたのでしょうか。その理由ですが、糖尿病とその予備軍が増加していることと関係があります。糖尿病とその予備軍は日本に4000万人いる。 という報告がありますし糖尿病患者はですねがんや認知症の発生率が高いどういうことかというと血糖値が上がると酸化ストレスが上昇するのでいろんな病気ができるんですね酸化ストレスが高いと免疫バランスが崩れてアレルギーになりやすいわけですこちらにその免疫バランスのメカニズムを示しますが免疫のバランスが崩れる最大の理由はですね 体が錆びる酸化ストレスということになります。そして、花粉症治療はたくさんあるのですが、現時点では酸化ストレスを下げるという治療法は、一般的には採用されていません。花粉症と酸化ストレスの主な論文をこちらに示しますが、2番目のものだけ簡単に紹介します。皆さん、花粉症は、ですね、杉がたくさんあるところに起きると、 思っておられるかもしれませんが世界中で好きが最もたくさんあるのはヒマラヤの山奥なんですがヒマラヤの山奥に住んでおられる方は花粉症患者はゼロなんですそして例えば米国では車の排気ガスの大気汚染がひどいロサンゼルスが最も花粉症の多い都市となっていますつまり大気汚染が非常に重要なんですね この2番目の論文ですが、えー、ライグラスという植物の花粉の研究なんですが、えー、マドリッドとあと田舎の町と比べてですねなんと大気汚染のひどい町の花粉はですね酸化ストレスを上げやすいという論文なんです。つまり植物さえも大気汚染のところではです、ねえー、状況が変わってくるというような論文でした。 私の開発したたた酸化配合剤を8 8週間飲んでいただいだデータがあります。8週後にかなり良くなったという方が51%少し良くなったという方が35%で合計86%の方が改善したと回答されましたまた飲み薬に関してですが薬がやらなくなったという方が19% 減ったという方が36%、少し減ったという方が13%ということで約7割近くの方が薬が減ったというふうに回答されています今回花粉症で悩んでおられる方にですね私の開発した抗酸化配合剤の無償供与を開始することになりました該当される方はこの URL から申し込んでください さて、花粉症予防には酸化ストレスを下げるのが重要です。まず、炎症・酸化ストレスが上がるイベントを避ける。これは、イベントを避けるだけではなくて、排気ガスであったり、電離放射線などを避けることも重要です。禁煙、大量のお酒を飲まないことも重要です。そして、糖尿病の説明をしましたが、肥満糖尿病のある方は糖質制限をするとかなり改善します。 十分な睡眠ををり精神的スストレスを下げるのも有効ですそしてエビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。こちらが抗酸化研究室の情報です。うん